はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、元気でしょうか。はい、今はもう12歳差ぐらいの夫婦って当たり前なのかなと思うんでね、まあ、うちはね13歳離れてるんだけど、10年前とか20年ぐらい前ってさ、まあ今でもそうかもしれないんだけど、大丈夫って言われることが多いよね。私も言われたことあります。特にうちのばあちゃんは、騙されてんじゃないのっていう風な言い方をしてたし、まあね、戦前戦中生まれの人なんで、あんまりその10歳以上の人とお付き合いをするっていうことがなかった時代だったりもするし、まあいけないことではないにしても、よっぽど10歳以上の人とお付き合いというか結婚をするっていうのはさ、よっぽどのことがない限りすることないじゃん。昭和の戦前戦後ぐらいの、戦後じゃない、戦中ぐらい、70年ぐらい前の話だとね。その時に、まあお年頃の、20歳で前後の女子はね、30代仲間の人とお付き合いして結婚するっていうのは、よっぽどのことがない限り、親のね、そのおすすめする男性とお付き合いして結婚しなさいっていうのはさ、ないじゃん。まあその頃の方は恋愛の結婚じゃなくてお見合いだったりするよね、っていうイメージなんだけど。まあね、そういうふうに聞き及んでいますけど。今はもう本当に親子ほどの人と結婚して。で、まあ、加藤茶さんなんかもそうだと思うんだけど、ね、自分の親より年上の人と結婚してって、ね、言う人もいるし、逆にその奥さんの方が自分のお母さんとほぼ同世代の、ね、人と結婚してっていう人がいるって、うん、やっぱりその男性の方はすごくいい人で、まあ、結婚してね、子供ができなくても別にいいよみたいな感じで、うん、その奥さんがいるだけで十分っていう感じだし、そういうね、すぐに離婚しましょうみたいな感じでは言わないでって、うん、好きで、ね、その奥さん、年上の奥さんとお付き合いして結婚して最後まで添い遂げるっていう意味合いで結婚したんだから、ある意味その結婚、まあね、奥さんの方が、先に亡くなられるとしてもすぐに他の人と結婚してねと、年の近い人と結婚してねみたいな感じで、まあ遺言とかさ、まあ結婚してる間もなんかそういう折に触れ、まあそういう話をしてると思うんだけど、いやそんなことしないよっていう方もいるみたいなんだけどね。まあ実際そうならないと、まあ、わからんよね。うん。で、まあなんか YouTuber の方なんかでも、まあ、奥さんの方がアイドル。まあ有名、すげえ有名かっていうとそうではないかもしれないんだけど、うん。で、その人の、ファンであった旦那さんが今40代で、奥さんが20代半ばで、多分15歳か17歳ぐらい離れてるかな、うん、たまに見たりとかするけど、ちょっとイラってくる時はあるけど、まあ彼女たちが幸せなら別にいいかなとか思っちゃったりするね。うん、まあまあ
まあまあいいじゃねっていうね、勝手な思い込みっていうか、うん、ただこたつの中でご飯食べれるのはどうかなと思っちゃったりするけどね別にいいけどさっていう話なんだけど、うん、ちょっとお行儀が悪いなと思っちゃったりするけど、まあ、それを言ったらまあいろいろと炎上をしてしまうかもしれないからさ、なんとも言えないんだけど、皆さんどう思うでしょうか。以上です。